おはよう。さあ、そして、みんな必死でご飯を。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。あれ？お願い事がある人はいないのかい？あ、いるいるいる。みんな朝の食事？バーと鉱山が昔みたいに活気を取り戻したら、私とっても嬉しいわ。アイナ、あなたとシドン出会えてよかった。行動とバーのこと、よろしくお願いね。頑張ります。お、いたいた。アイナ、お前さんのものづくりのおかげで、ここも鉱山街として発展していきそうだな。俺たちは今まで、ものづくりは人を惑わすという教団の教えで、ビルダーを悪として憎んできた。だが、お前さんのものづくりを見て気づいたぜ。教団の教えが間違ったってことにな。さて、そんなこんなで俺からもお前さんに頼みがある。この町と外の境界線に、たくさんの明かりをつけて、鉱山街全体を明るくしてほしいんだ。うまくやれば死神も出にくくなる。町の中のお前さんの好きな壁に、壁掛け松明を10個つけてくれ。そうなんや。死神出にくくなるんや。壁掛け松明を10個ね、オッケー。町の中が明るくなればいいってことなんやね。なあ、あゆな。そろそろ行けると思うんだ。何が？あはっ、ものづくり？モンゾーラでも空っぽ島でも、このオッカムルでもずっとお前のものづくりを見てきた。めっちゃ作りたいんやね、気持ち的には。もういい加減俺もものを作れてもいい頃だろ？まあ思うよ、それは。ちょっとその作業台、俺にも使わせろよ。よし、きっとこんな風にやれば。一体どういう感じなんやろうね。これをこうして、かわいい、なんか。ん？何？おぉ！なぜそこで爆発するの？ぐおー！くそ、どうしてだ？みんな物を作ってやがるのにどうして俺だけ？まさか、俺が物を作れないのはあの声が言うように。まあいい。物作りはこれからもお前に任せる。魔物をぶっ倒すのは俺に任せとけ。了解。これを10個作って、あれ？あ、こっちか。あ、50個も作ってしまった。50個もいる？いらん。絶対いらん。50個。ほら。全然そんなにいらんかったよ。めっちゃ大量に作ったやん。やば。はい、じゃあこの壁掛け松明を、つけていきますと。はっ。いいね、いいね。ここは必要なんかな？ちょ、ここは、いや、一応いらんっぽいな。じゃ、こっちにつけていっとこうか。うるさいよ。何？何やってんの？え？何やってんの？ちょ、なんかよくわからんけど、男同士ならなんかわかるんかな。さあ、これで、入り口周辺にもつけとく？ここまでは大丈夫なんよね。はい。ほっ。もう一個上やったかな？ちょ、待ってね。よいしょ。はい。んで、あとどうしよっかな。あ、こっちにもつけとこうか。ほっ。じゃあこの辺にも、よいしょ。あと一個、あと一個どこつける？この辺、この辺、この、あ、この辺につけとこう。はい、これで10個。OK でしょう。おお、アイナ、街の中の壁に壁掛けタイムズをつけてくれたんだな。お前さんも知っての通り、ここはバーと鉱山の街。アルクレが鉱山に潜るのは昼間。バーが営業するのは夜から朝にかけてだ。そう、この街は眠らない街。俗に言う不夜城ってやつなのさ。明かりがあれば死神も出ねえ。夜はアラクレどもと親交を深めながら、バー作りを進めるのもいいものだぜ。まさかみんな起きたん？頼んだ分はこれで終わりだが、気が向いたら町と外の境界線にもっともっと松明を置いてみてくれ。ふんふんふん、了解です。ア
いな。荒くれの数もだいぶ増えてきた。これでもっと奥まで行動を進めるだろう。おいら勇気出す。奥まで進んで鉱石を掘って掘って掘りまくるぞ。行動の奥に進めば、おそらく鉄も出てくるはずだ。今後のものづくりのためにも、鉄を探してきてくれ。鉄か。じゃあ、オイラたちが当たりをつけておくぞ。準備ができたら、行動の奥に来るんだぞ。オッケー。行くのね、アユナ。これあげる。ありがとう、助かるよ。私が作ったお弁当よ。行動の奥でお腹が空いたら食べてね。お弁当と呼んでいいものなのかどうかはわからんけれど。おい、なんだそれは。なぜお前さんだけ手渡したのだ。許せんぞ。そんな怒られましてもね。とにかくお前さんには鉄を取るだけじゃなく、荒くれが働けるように、鉄の鉱脈まであいつらを導いてほしい。さあ、行動の奥で荒くれを鉱脈に導きつつ、鉄を10個手に入れてきてくれ。地図に目的地が表示された。鉄は普通に今のやつで作れるんよね。作れる？作るんじゃねえわ。あれだわ。なんだった？できるんよね、普通に。掘れるんよね。そう、それ。ステーキは攻撃力が上がるのか。なるほど。とりあえず、鉱山の奥に行きたいので、これか？ドーム採掘基地。ここにワープします。で、ここより奥に行けばいいよね。うおー、アイナ指導、やっと来てくれたんだな。この先にも行動が続いてそうだけど、勝手に掘り進んでもよかったんだけど、お前たちを待ってたんだぞ。さあ頼むぞ。自慢のハンマーか古びた魔法の玉でこの分厚い岩の壁を壊すんだぞ。全然私がこんかったら進めんかっただけやろ。はっ、よし、来たー。一瞬みんな跳ね上がるよね。ちょ、待って、そこのあの紐も取りたいの。よし、オッケー。へー。あ、そしてこの先もオッケーオッケー。この辺のはね、家作りとかに使えるからね。よいしょ。へい、来たー。うおー、岩の壁が壊れたぞ。思った通り、行動につながっていたぞ。いいぞ、いいぞ。このまま鉄を目指して奥まで進んでみるぞ。オイラたちが立ち止まったら何か問題がある合図だぞ。問題を解決して先に進めるようにするんだぞ。なんだなんだ、なんで上からなんだ。ん？あっちになんかめっちゃ止まっとるけど、何があった？どうした？よいしょ。柱を直してほしい？頑張ります。ちょっと待ってね。ありがとう。キノコを回収してくれて嬉しい。柱ね、修復しましょう。私が修復してあげましょう。よいしょ。お、あれ？違うところに。そこ。おお、びっくりした。なんかと思った。報告会ね。はいはい。オッケー、オッケー。てか、あんだけ荒くれね、坑道の中に潜っとるのに、一体誰？お、銅11個、石炭17個。いいぞ、いいぞ。106個って書いとったね。あと424個。あとちょっと。いいぞ、いいぞ。でもってちょっと。よし、オッケー。あ、ここには上がれないのか。ほっ。は。キュー。ダメじゃないか。こっちから行ける？もしや。見えない。ほ？見えない。ちょっと待ってね。とりあえず、こっちのやつをこっちに置こうか。は。よっ。ん？何を言った？ね、線路敷いた、私。線路敷いた。ちょっと待って。よいしょ。じゃ、これしまい込んで。で、これを。オッケー。なあなあ、あゆな。奥にある柱の修復も忘れて頼むぞ。奥？あ、はいはい、了解です。よいしょ。キノコがあるな、キノコが。あ、違う。あ、この柱はなんか守られてるの？そういう感じなんすか？よいしょ。は。ん？そこか？
なんか違う気がする。なんだか非常に違う気がするけれど。あ。なに？なんかめっちゃ不気味な音聞こえるんだけど。誰？ちょ、これが違うね。よいしょ。ちょ待って、びっくりするんだけど、やめてよ。やめて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 。いや、線路敷いた。線路敷いた。ほ。違う違う違う。よいしょ。はっ。ちょ待って、今のどこにしまい込んだ？これね。木材の壁。木材の壁？これかな？やめて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 。追いかけてこないでください。つらい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 。めっちゃ怖いんですけど。ほっほっ。あ、こっちからできる？てか、アラクレドもどこ行った？これを。あ、ここか。ほっ。おけんくね？ほっ。あ、いけた。ふぅ、柱を直した。アクロバティックな直し方やろ？みんなどこ行った？ほらほらほら。行くよ行くよ。今、指導が一生懸命ね、戦ってくれよるけんね。今のうちに進もう。あ、ここか。コードを繋いでほしい。はい、行きます。はい。なんかすげえ静かになったね、急激に。ほっ。あ、この辺もなんか建物じゃないんか。あ、ここになんかあるね、作業台。あいな、オイラの花が激しい鉄柱を捉えたぞ。鉄柱。この壊れた足場の上にきっと鉄がある。けど今のままじゃ登れないぞ。あいな、オイラたちもこの上に行けるようにみんなで使える足場を作ってもらいたいぞ。お願いだぞあいな。まずはみんなの足場を作るための設計図を書いてほしいぞ。こんなところでも。なるほど。それで近くに作業台ね。で、紐とかいっぱい必要になるんかな。その辺あるね、いっぱい。採掘足場の設計図を描いた。階段、はしご、壁掛け松明か。壁掛け松明、あ、そっか、全部使ったんか。うおー、すごいぞ。みんなの足場の設計図が描けたんだな。足場があれば、オイラたちも上に登れるぞ。早速設計図を組み上げてほしいぞ。もしもはしごを高いところまでつけていくんなら、一つつければ登りながらつけられるぞ。ちなみに、作業台はおあつらえ向きにそこにあるぞ。何か作るなら使うといいぞ。めっちゃ都合いい感じにあるね。そしてとりあえずちょっと、よいしょ。導きの玉、起動します。これで鉄の採掘場にワープ。オッケー。あ、銅の採掘場、鉄の採掘場、それぞれに、ちゃんと行けるようになったってことだよね、これで。オッケー。さあ、これで？ん？あ、一個で大丈夫なんか。なるほど、なるほど。そういうことね。そして、あとは、これが、はい。6ついる。んで、あとは、どれ？壁掛け松明。で、以上かな。これ作れるね。バーのやつやけど。で、あとは？もう別に大丈夫な感じかな。うん、オッケーオッケー。じゃあもうすぐにちゃちゃちゃって仕上がりそう？とりあえず石の階段を、あ、なるほど。そういう感じで埋めていくんやね。わかったわかった。石の階段。石の階段を。はい。
置いて、あ、朝になったっぽい。よいしょ。ほい。ん？ここも？ここ違うね。ん？どこ？あれ？どこ？え、待って、どこ？どこに必要だって、あとは。あ、ここはもうできたんか。あ、石の階段。あ、もういらんのか。なるほど、そういうことね。で、あとは、はしご。あの、真ん中から、ここにかければいいということね。じゃあ、これめっちゃしまいたいんやけど。ハンマー。そして、ここに、はしご。はい、これを取り付けて、ゆく。ほっ。これで OK？ さあ、そして壁掛け松明を左右に。壁掛け、あったあったあった。はい、壁掛け松明を。よいしょー。OK！ 採掘足場の設計図が完成した。めっちゃ喜びよる、下で。イエイ！そんな高いところでよく跳ねれるね。うごー。みんな来て来て。んてや、鉄やね、これが。みんなの足場ができたんだな。さすがアイナだぞ。これでオイラたちも上に行けるぞ。足場があればオイラたちも上に登って鉄を掘れるぞ。助かったぞ、アイナ。さあさあ、アイナ。早くハンマーで鉄を掘るんだぞ。まず必要な鉄は10個だぞ。でもって、これからはオイラたちが掘った分の鉄を夕方の報告会でアイナにやるぞ。それと、そこに導きの玉があるぞ。忘れずに触れておくんだぞ。オッケー。あ、報告会であれって、もらいよるんや、私。あ、なるほど、そういうことね。あ、なるほど、なるほど。じゃ、これあと10個持って帰ればいいっていうことね。じゃ、同じとこ掘らないでくれる？鉄を手に入れた。あー、私の頭がやられてる。勝ち割られるわ。お、何かしら思いついたっぽい新たなレシピ。鉄のインゴット。複数に鉄を加工して延べ棒にしたもの。ふんふん。あ、じゃあ別に私自分で取りに行こんでも、ちょっとずつ、銅も集まりよって、銅の、インゴってやっけ？何やっけ？なんかあれが作れるってことやね。お、なんだそれ？ひょっとしてそれが鉄ってやつか？あのツルツル頭は鉄を10個取ってこいって言ってたな。近くにあるやつをもっと掘ろうぜ。掘っていきます、ちゃんと。鉄硬いよー。やっぱ銅に比べたら時間かかるね。はい、オッケー。うごー。なになに、鉄が10個取れた。みんなを鉱脈で働かせることもできたぞ。実はな、アイナ、行動は上層と下層に分かれているんだぞ。もうすぐ上層部分はおしまいみたいだぞ。どうせならオイラ、カルロに報告に戻る前に、このままもう少し奥まで進んでみたいぞ。カルロって何？さあ、アイナ、オイラについてくるんだぞ。どこ行った？あの、どこへ行きましたかね。じゃ、なんか、いなくなったんすけど。なになになに、どこ？え？こっち？あ、おった。こいつは硬いぞ。ちょ、待って、ツタの実取っとくね、私。よいしょー。あゆな、せっかく来てもらったのに、オイラ申し訳ないぞ。オイラの鼻によれば、向こうにコードが繋がっているんだぞ。でも、この岩の壁、硬くて壊せないぞ。ハンマーでも爆弾でもこの岩の壁は壊しそうにないぞ。これはどうしようもないぞ。アイナ、一度地上に戻るんだぞ。鉄が取れたことをカルロに報告するついでに、壁を壊す方法を考えてきてほしいぞ。あ、カルロってあのおじさんか。よし、それじゃあちょっと帰りますかね。はい、ワープー。ただいまー。あ、もう朝になったんやね。なるほど。今日はもうめっちゃ喜びやん。おう、鉄を手に入れて荒くれたちを鉱脈で働かせてきたんだな。鉄があれば便利な道具も作れるぞ。そうだな。例えばもっと硬いものも壊せる。鉄のハンマーなんてのも作れるかもしれんな。それか。それはそうと、お前さん。あれからペルトはどうなってんだ？別にどうもなってないけど。ん？どうもこうもない。何もなっていないだと？
嘘をつけ。お前さんペロに弁当をもらったじゃないか。ペロのやつ、心なしか頬が赤かったぜ。おっと、勘違いするなよ。俺は荒くれたしみたいにペロの弁当が羨ましかったわけじゃない。だが、もし残ってるならペロの弁当を分けてくれ。なんなら残りかせてもいいぜ。どんだけやねん、必死か。なあ、あゆな、こいつらどうしてあのペロって女にこんなにこだわるんだ。なに、これが愛ってやつらだと。なんだ愛って、それぶっ壊せるものか。ぶっ壊せるけど、壊さないであげて。ふう、いよいよ鉄も手に入った。行動の復旧は順調のようだな。だが、そろそろ硬い岩の壁に行き当たって困ってるところじゃないか。その時は鉄を加工して道具を作るに限る。そして鉄の金属工房があれば最高だ。鉄の金属工房はその名の通り、部屋の壁をすべてアイアンの壁で作った工房だ。鉄の部屋に炉、革袋、壺、収納箱を置けば完成できる。鉄の加工のために鉄の金属工房を作ってくれ。なるほど。じゃ、とりあえずハートをかき集めまして。じゃあどうしよう。ここをそれにすればいいんかな。ね、一応そんな感じ。その前にちょっと。お、銅結構あるやん。どれぐらい作ればいいんやろ。11までしか作れんのか。じゃあこれを加工しまして、こっち何かしら必要なものは、どれもなんかね、作れそうにないよね。じゃあとりあえず作ったお皿をこっちに、ここやったよね、お皿置くの。じゃあここに置きましょうか。はい、この食器をトン。いやー、徐々にできていくよ。よきよき。はい、来たー。はい、これで多分これで全部作れるはず。はい、いけたー。やったねー、銅の壁40個。さあ、これで囲いもできるはず。ふう、やっとやん。え、置けない。よいしょ。お、あ、ここは違うんか。ちょ、待って、よいしょ。どこ、ここ、あ、ここ違う。あ、この真ん中はそうか。違う。はい、はい。ここは？あ、合ってる。よいしょ。あ、ちょっと待って。この下に。あ、ここ違うんやね。あ、違う。この上はいらん、さすがに。じゃ、ここまでってこと？あ、そうなんや。ん？ってことは、あと必要なのはどこだ？よいしょ。はい、これで OK ということだね。ということで、あと、アイアンの壁がちょっと欲しいけん。間違えた。間違えた、こっちやった。銅のテーブル。銅のテーブル？これ2個必要やけど、作れんのかな？銅のテーブル。あ、これや。これは銅のインゴットと樽が必要。ってことは樽2ついるんやね。はい、樽2つ作って。おー、なんかバーが出来上がってきよりは嬉しい。あ、インゴットが足りない。ちょ、待って、受け取る。あ、ありがとう。なんかモンスターやっつけてくれたっぽいね。お、なんかいつもより報告会の、なんか暗くない？こんなもんやったっけ？んで、私の取り分は、銅11個、鉄6個、石炭33個、ありがとう。ありがとう。お、217！ いいやん。あと207、あと1回分じゃない？やった！いけるね、これは。はい、それじゃあちょっと待って。はい、銅のテーブルを2個作ります。よし。そして、ちょ、一旦寝よ。一旦寝よ。おやすみなさい。
おはよう。さあ、そしてみんな必死でご飯を。ちょ、待ってね。ここに2つ置けばいいのか。ということはどっち向きとかある？あっちに、あ、こっち向きってことかな。じゃあ、はい、銅のテーブル置きます。はっ。そしてこっち側にも、はっ。ふう、いいねいいね。どん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 整ってくやん。ちょっと行儀が悪いよ。樽の上に立たないで。さあ、これであとはアイアンの壁とランタンだけやない。ちょっと、あ、ガラス瓶とか必要やったわ。全然やった。お、これで全部作れたわけですね。違う。銅のジョッキ4つ、はい。作ります。そして、この銅のジョッキを、ここに置くってことかな。ふんふんふん、オッケーオッケー。置いていきまーす。お、ドリンクテーブルが出来上がったよ、これで。やってやん。ほ。やったー、ドリンクテーブル2つセットね。あ、宴会テーブルになった。へえ。バーの建築が進み、鉱石の採掘量が上がった。やった、さらに進んだよ。嬉しい。いいやろ。いいやろ。どんどんバーが出来上がっていくよ。さあ、そして。一応あの鉄をね、あ、こっちか。なるほど、こっちや。いっぱい作れるやん、ガラス。え、ってことは、とりあえず10個ぐらい。ん？足りんかな？ 20 個ぐらい作っとく？はい、ちょっと受け取っとくね、ガラス。あっという間にできるけんいいね。はい、これで、ランタン2つ。はい、そして、あとガラス瓶、結構いったよね、3つか。あ、いけるいける。あ、これでもうあれやない。アイアンの壁だけやない？お、なになになに？新たなレシピ。何を思いついたの？高級ガラス瓶。3本セットのガラス瓶。高級な方がいいんじゃない？大丈夫？こっちで OK っすか？さあ、じゃあこれを、どこだ？ランタン。ランタンはどこだ？置く場所。ん？あ、看板もいるんか。なるほど、なるほど。ランタン、ランタン。ランタンが、こっちか。ほんと？上に。あ、違う。違うよー。ちょ、待って、はい。これで、はい。そして、この、上に、はい。さあ、そして、あとは、ガラス瓶、ガラス瓶。あ、ダーツボードもいるの？なるほど。ガラス瓶が、ふんふんふん。この3つの樽の上ね。飲みよる飲みよる。はい、ガラス瓶3つ。はい。よいしょ。はい。オッケー。あ、これで。あとは、あれなんよね。鉄のインゴットをちょっと作っておきたいけん。はい。鉄のインゴットを作ります。そして、こっち必要な。あ、なる、鉄のインゴット3個必要なんよね、これで。ふんふんふん。で、あと必要な。ちょっと拠点狙われすぎ。拠点狙われすぎよ。あ、この辺も鉄のインゴットが必要なんや。なるほど。あ、じゃあこれでもう一気に作れてしまうかな。オッケーかな。あ、やめて。壊さないで、ちょっと君たち。邪魔邪魔。やめてよー。やめてったらー。ほら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 。やめなさい。君たちの力なんかじゃ全然壊せないからね。あーあーああ、もう。壊さないでくれるかしら、ちょっと。つらーい。
さ、早く出来上がっておくれ。何まだ戦ってるの？あと何匹？一匹？じゃあ大丈夫かな。じゃあ大丈夫かな。これで、三ついるんか。じゃあちょっとあれやね。とりあえずこれ二つ作っておこう。酒場の壁掛け二個。みんなお疲れ様、ありがとう。ありがとう。で、この酒場の壁掛け。これを、ん？壁掛けどこ行った？あ、これか。酒場の壁掛けを、あれ？ちょっと待って、なぜそこ？そんなところじゃなくって。はい、ここ。2個と、あとはどこ？ここ？ここであっとんかな？あ、あっとるあっとる。酒場っぽくなった。外から見ても酒場っぽいよ、これ。いいね、いいね。じゃ、まだね、壁が埋まってないけんね。そんなあたりをちょっと早くやってあげたいんだけど。いや、なんか、一個の施設が完成に近づいてくるとすごく嬉しいんだけど。いいね。ああ、三つ目は作れないか。あと一回分やね。ってことはもうあとは中はあれだけで、で、あと外の鉄のインゴットの壁を作ればよろしいということだね。お、これでもうできるんじゃない？はい、これで、こっちの、はい、ダーツボード3つ。ダーツボードって鉄いるんや。ちょ、よくわからんけど。んで？どこにいるんだ、ダーツボード。3つ。あ、なるほど、そこの壁に3つ。こっち側ってことかな。ん？これ真ん中？あ、そういう感じなんや、でかっ。え、でっかっ。そういう、え、でかっ。ダーツセット完成。お、バーの建築が進み、鉱石の採掘量が上がった。また進んだ、やったね。セットが出来上がるたんびになんか、そういう風になっていくよね。レベルが上がっていく。あとはもう、壁。壁のみ。壁は何個？ 16 個必要なんか。でもこれ2回分でできるけん。これで完成や！やった！行くぜー。ってことはもうあと空いたところに、この鉄の壁を、鉄の壁、アイアンの壁を置いていけば完成っていうことやね。よきよき、あとちょっとや、出来上がる出来上がる。ほ、え？違うところに置いてしまった。よいしょ。ああ、完成が見えてきたー。え、ちょっと待って。で？当たった。あ、やってるの？ダーツやってるの？いいね。はい、ここと。できたんじゃない？超大きい、みんなの酒場。できたー。できたよー。やったよー。あ、すごい、これちゃんと矢が刺さっとんや。へえ。ね、できたよ、バー。あれ？バーを立てよう。でも 98% やね。どういうこと？まだ何か足りないものがある？あれ？あと一箇所どこ？あ、なんか。ここか。間違えた！ランタン取った。ランタン取ったな。そのタイミングで？早くしてくれる？後ろで私がランタンをちょっと抱えちゃってるから。あ、やった！今日の採掘分で銅が1000個集まったぜ。よーし、これでいつでもゴルドンを進化させられるぞ。やっぱ進化なんやね。今日の報告会は以上だ。おめえたち、明日も張り切っていくぜ。ということで、ちょっと恥ずかしいから、よいしょ。はい、バーの設計図完成！やったね。やっと完成したよー。嬉しい。ヘイ！バーを建てよう！達成！バーが完成し、鉱石の採掘量が上がった。あいな！ほいほい。ついにバーが完成したのね。とっても素敵じゃない。ありがとう。ありがとう、あいな。これできっと父も喜ぶわ。さあ、改めてみんなに知らせに行きましょう。
してきたよ。もうみんなここでワイワイしちゃって。うごごご、ありがとう、アイナ。これで俺の願い一つ叶った。ゴールドに力が戻って、島にゴールドラッシュが復活すれば、今の何倍も鉱石が取れるようになるはずだ。それに、もうすぐペロがバリになる日が来るってわけだ。これはいてもたってもいられねえぜ。そうよ。でもゴールドのお願いはもう一つあるわ。全部こなしてくれたらバニーになってあげる。ペロ、お前はほんと優しい。俺のこと気遣ってくれて、バニーにもなってくれるなんて。勘違いしないで。別にゴールドのためじゃないわ。私がバニーになってみたいだけ。ま、人生で一回ぐらいは。とにかくアイナさん、ゴールドさんのお願いはもう一つあります。引き続きお力をお貸しください。頑張りましょう。アイナ、銅が1000個集まったみたい。これでゴルドンをカッパーマンできるわね。あの子きっと喜ぶわ。一緒にゴルドンのところに行きましょう。よし。おー、何投げつける。これで全身が来たー。やったね。うごー、やった、やったぞ。俺やっとカッパーマンになれた。やったわね、ゴルドン。その姿、とっても素敵よ。ペロ、ペロ。俺、お前好き。お前喜ぶ。俺も喜ぶ。けど、ゴールドマンにならなきゃ、山にゴールドラッシュ戻らない。まだまだ鉱石いる。行動をさらに近くまで進めば、金や銀も残っているだろうが。とにかく今は、ゴールドンが進化したことを喜びましょう。その姿素敵よ、ゴールドン。うおー、ありがとう、ペロ。俺少し力ついた。ペロのために俺も頑張る。ってことは、次の段階に行くわけだね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あ、じゃあこの後は何、アイアンマン？アイアンマンとかおったっけ？ヒーローか？まあ違う段階に行くんやろうね。なんか。